はい、どうも、こんにちは。トンソクニンジャーです。えー、今回はいつものようなプレイ動画ではなく、パラリンズのバトルロイヤル版である、パラリンズ・リアルムロイヤルのえ日本語化方法を皆様に解説したいと思います。まず、リアルムロイヤルを起動すると、画面のようにランチャーが開きます。次に左下の歯車のマークをクリックすると、このように画面が切り替わりますので、入力欄の上の方ですね。下の方ではなく、上の方です。こちらに、えー、ハイフン、ラングエッジ、イコール、JPN と書き込み、 アプライで設定を保存することで内部の日本語のデータがあのゲームの方に反映されるんですね。それで日本語で遊ぶことができるんですが翻訳されているのは UI の一部だけなんです。うーん、だったら使えいんじゃねえのこのゴミクズ動画何を説明したいんだって皆さん思いかと思いますが私が伝えたいのはそういうことじゃないんですね。私がこの動画で伝えたいのはすでに日本語化される土台が整っているということですね。 パラリンズ本編自体もオープンベータ71以降はもう製品版として発売しているのですがその製品版に伴い PS4 版の方は既に公式で日本語が適用されていますパソコン版の方もこちらのリームロイヤルと同じ方法で日本語化ができるんですが、まあ、一部怪しい部分はありますがほぼ完璧に日本語化されておりますつまりはリームロイヤルも近々公式で日本語に対応するのではないかということが 私がここの動画でで伝えていることですねで。さらになんですが、日本語に対応するということは PS4 でも近々出るのではないかという、そういうことも視野に入るわけですね。あくまで噂の段階なんですが、Nintendo Switch の方でもパラリンズの本編が出るのではないかというのが海外でかなり話題になっております。というのもですね、あのパラリンズのパソコン版の方の、えー、内部データの方に、えー、スイッチ用のファイルがすでに存在しているという。 つまりパラリンズ本編がリリースされて人気が出ればこのリールームロイヤルもスイッチの方で出る可能性が高いということですね。ニンテンドースイッチ初のバトルロイヤルゲームがこのゲームになる可能性もあるということです。ただまあこちらは私の方もファイルの方を見てみたんですが、ちょっとそういったものが見当たらなくてもあくまでこれは噂の段階ですね。ガスネタの可能性もありますが、本家のパラリンズの方はこのスイッチでリリースするために公式リリースを急いだのではないかなんていう噂も立っております。 ここまで話しておいてなんですが、これらはすべてあくまで噂の段階であります。パラリンズの開発元であるハイレズスタジオは、今のところまだ何もそういった情報の方は公式で出していませんので、信じるか信じないかはあなた次第ということですね。ではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録等の方をお願いします。